決勝戦の枠はあと一つということになります。この一席をかけた準決勝マッチ2、まずは沖縄代表門川ドワンゴ N 高校ノックス。さあ、先ほどはね、ものすごい強さで圧勝しましたけども、早速インタビューお願いします。はい、さあもう一つ勝てば決勝というとこまで来ました。意気込みを聞かせてください。予選や準決勝で戦ってきた方たちの分まで頑張りたいと思います。なるほど、素晴らしい。さあ強豪校と、非常にね強豪校としてマークされる立場だと思うんですけども、ここまでやってきてどうだったですか？そうですね、なんか順調に勝ち進んでこれてるので、まあ、このまま行きたいと思います。なるほど、優勝を目指してください。ありがとうございます。大丈夫ですか？はい、はい、まあ、強豪と言われる N 高校に挑むのはこちらのチームです。唯一の負けを知るチャレンジャー、関東ブロック代表渋谷教育学園渋谷高校エンテーション。さあではこちらもお話を伺っていきましょう、はい、さあ今の意気込みどうでしょう？そうですね、初戦が優勝候補で準決勝も優勝候補、まあチャレンジャーとして頑張るだけです。うん、なるほど、力強いお言葉でございます。これはもう決勝までもちろん見えてるよね。もう決勝する姿がもう昨日の夜からもう何回も浮かび上がってくるんで、自信しかないです。しぶしぶやっぱここが違う、ハートが超強い、ハートがすごい。本当ですね、頑張ってください。さあそれでは選手の皆さんはお互いの健闘を誓い握手をお願いします。はい、さあそれでは準決勝マッチ2、決勝に進めるのはどちらのチームでしょうか？それでは実況席お願いします。はい、ということで N 高 VS 渋々の試合となりました。まあもうこうね、いろんな予選を見る限り、まあ、優勝候補として挙げられた、まあ、この2校でもありました、はい、そこでの対決ね、インタビューでもありましたけれども、1戦目も優勝候補、そして準決勝でも優勝候補、まあ、3戦目の決勝でもおそらく優勝候補と当たったっていうふうに言うと思うんですけども、はい、まあ、本当にここまで、勝ち上がってきた、そして戦ってきた相手が強かったっていう証明ですよね。そうですね、そこのまた経験値もありますので、まあ、そういったところでチームさらに強くなってますからね。そうですね、そして田中さん、はい、意気込み聞いていかがでしたか？いやすごいですね、やっぱ 準決勝で負けたメンバーの分も頑張りたいとかね、うん、そういうの聞くと熱い気持ちが、いろんな思いがもう乗っかってきて、すごい感じになってきてます。すごい感じになってきます。はい、いやもうね、いろいろ背負うものがあります、うん、そしてね、学校の、まあ、高校生も見ているわけですし、おそらく先生も見ているでしょう、家族も見ているでしょう、親戚も見ているでしょう、もういろんな思いを背負って戦っていくわけですから、まあね、高校生の時我々もね、ドゼルさん、はい、まあね、我々30歳になりましたけれども、はい、まあ、12年前、15年前、懐かしいですね、大会があったらいいですね、はい、青春ですね。まあ、清京さんは4年前ですか？そうなんですよね、だから僕はちょっと新しいというか、なんかこう、そうですね、なんか育っていく中で、こういうイベントとかがあったんで、はい、なんかこう、あれですよね、高校生と同じ気持ちというか、うん、いう感じでありますね。なるほど、さあ、マッチアップ、ご覧いただきましょう。今回のマッチアップはご覧のようなメンバーです。うん、N 高1人目はナー君、一方渋々はシュンティ、まあ、ここまでは、お互い同じようなメンバーが揃っているような状況です。そしてソーダ選手、かなり注目というふうにね、ドズルさんもおっしゃっておりましたけれども、いろいろこうデッキの幅も広いですし、はい、
かなりレベルも高い選手です。そうですね。対するチュンチュン丸選手もトロフィーが非常に高くて、はい、まあ、7500を超えてますかね、非常にトロフィー高い選手、かつチュンチュン丸選手本当にいろんなデッキが使えるんですよね、はい、ソーダ選手は重量級が得意な選手ですので、まあ、そういったところでどのデッキをぶつけてくるのかっていうのも注目ですね。両チーム7000超えと、はい、もう素晴らしい成績を誇っているこの両校が戦っていくわけです。まずは1戦目どちらが勝つかでだいぶね、こう2オン2のモチベーションそして意気込み変わってくるでしょう。さあ来ました、 N 校 VS 渋々、いよいよスタートです。まずは 1V1 の対決、上側渋々シュンティ選手、うん、そして下側 N 校ナー君選手の試合です。さあ今まで予選で使ってきたデッキ、おそらくお互いで調べ上げているでしょう。それを含めたデッキ対策をしておそらく挑んでいることでしょう。今回ムート好きなの形ですか、はい、そうですね。ナー君選手は人技デッキと言われる工場バーバリアンを主体とするデッキ、もしくはペッカデッキ、はい、そしてシュンティ選手はスケルトンラッシュを、ね、主体として、このように端前でプレッシャーをかけてスケルトンラッシュを絡めて攻撃を与えていくデッキですね。さあ今回初登場ロイヤルゴーストの登場です。左サイド少し、時間が空くとこのように透明になって無敵状態になります。ナック選手おそらくロイヤルゴースト採用も考えるとペッカがメインで入ってますね。防衛の要としてペッカ、そして工場バーバリアンやいうので陸で攻めていくようなデッキです。さあシュンティ選手はとにかく守って、はい、そこからカウンターでスケルトンラッシュでフィニッシュ。そうですね、特に1分を切ったあたりからですか、はい、ただ今回は、ペッカがスケルトンラッシュに対しては相性はあまり良くありませんので、まあ、そういったところでスケルトンラッシュに対してはナー君選手ポイズンを残しておきたい、まあ、そういったこのデッキの事情がありますね。さあスケルトンラッシュ出ました。ここにはしっかりスケルトンラッシュにはポイズン、そして端前のユニットにもちゃんとユニットを与えることによってナー君選手は落ち着いて守っています。今出てきている紫のエリア、このスケルトンラッシュが軸となっていく渋々上側です。ナー君選手としてはなかなかこのペッカっていうところの使いどころが難しいですので、工場バーバリアン追加、右サイド後ろにはエレクトロウィザードが控えています。中央に墓石を立てて工場バーバリアンを誘導しながら、しかしバーバリアンが残ります。入るか、ちょっと入りますね。少しダメージが入りました、まあ、ここは守りを少しコストを抑えて次の攻めですね。ここスケルトンラッシュきますよ。さあベビードラゴンプラスのスケルトンラッシュ、後ろにはアイスウィザードが備わっています。さあここでのポイズン、ターゲットはさらにはここは、ベビードラゴンのダメージもありましたのでエレクトロウィザードで一旦ターゲットを変えました。さあ少し苦しくなったか N コーナー君。さあ一方右サイド工場バーバリアにはアイスウィザードとムート、突進は入りません。ここは墓石で守るんではなくてユニットで守ることによって次のスケルトンラッシュのカウンターにつなげていきます。さあカウンターベビードラゴン追加、そしてスケルトンラッシュがここで登場だがペッカが抑えていきます、はい、ペッカの位置うまいですね。端前を渡らせないことによって相手のユニットでタワーのターゲットを取らないというところでスケルトンラッシュをより処理しやすい形を作っていきました。おさあここはエルウィズ登場ですかね。エレクトロウィザードを咲かせるような形、こうなるとダメージひっくり返すのナー君選手としてはかなり難しいです。ちょっと強引に攻めてでもここ右のタワーを狙っていきたいですね。さあ左サイド戦場を変えました。ーナー君選手は左サイドに工場バーバリアンを突進、ムートが1ミリ残ってます。ただ右サイドのカウンター、さあ工場バーバリアンベビードラゴン、そしてスケルトンラッシュのダメージが入っていきます。ここはベビドラを止めるのにまたエレクトロウィザードを使うのでエリクサー的にもナー君選手かなりきついですね。さあもう一度カウンターです。上側のシュンティ選手のコスト見てください。まだ8、9と溜まってもう一度カウンターがあります。さあこうなるとやはりスケルトンラッシュがしっかり防衛が硬いユニットが多いですので両サイドを振っていきたいペッカデッキはなかなか形を作らせてもらえません。右サイドベビードラゴン、そしてそこにはペッカを合わせていきます。スケルトンラッシュを出していきますがマジックアーチャーのターゲットはベビードラゴン、いやー入ってる。エレクトロウィザード追加でギリギリ280の水準で耐えています。あ本当だ、ポイズン圏外です。ポイズンプラスの何かが入るとフィニッシュですね。耐えれるか。さああと一歩まで来たシュンティ選手、諦めるな。工場バーバリアン追加、ナー君選手は最後まで諦めない。来た。のしかしトルネードで取られてしまう。落ち着いてます。絶望のトルネード、そしてアイスウィザードの防衛、残り64を削る方法は最後のポイズン。入った渋々シュンティ選手がまずは勝利をもぎ取りました。
さあまず田中さん、このお互いの攻防ありましたけれども、いいね、カウンターのスケルトンラッシュデッキいかがでしたか。順調に削っていきましたね。作戦通りハマったっていう感じで、それを逆転するの結構難しかったですね。そうですね、やっぱミスがないから、うん、もうそういうこういう順調な形が最初から最後までいくんでしょうね。そしてまあドズルさん、お互いミスがなかった状況でしたが、はい、この今流行りのペッカデッキを少しねターゲットとしたスケルトンラッシュでした。そうですね、ペッカがやっぱり防衛で使ってそこからの両サイド展開っていうのが王道のパターンなんですけれども、そこスケルトンラッシュだとなかなか形を作りにくいというところで、ナー君選手も攻めあぐねてましたね。さあここからは2オン2。さあ先ほどね、準々決勝では勝利を収めていたナー君選手はここで敗れるという形になりましたね。さあ松田さん、振り返っていかがでしたか。そうですね、やっぱりポイズンっていうのはずっとね、ダメージを与え続けて避けることができないので、うん、やっぱりそれを地道にじりじりとダメージを与えていったのが良かったなって思いました。まあ、継続的にね、こうエリアにダメージを与えますので、はい、何かこう防衛でユニットを出そうとしてもそこにね巻き込まれてしまいますから、うん、なかなかこう防衛が難しいという呪文でもあります。ギャスメンね。ギャスメン。ケインさん的に言うとギャスメン。まあ、二部さん、このお互いのこう対戦見てていかがでした。そうですね、すごい作戦を練ってらっしゃったようですごいなと思って、はい、でも今渋々が一本取ったので N 高校がどう出ていくかで、うん、また次につながるんだろうなと思いました。ありがとうございます。頑張ってください皆さん。まあ、続いてはね、チュンチュン丸選手が2オン2で登場します。はい、ですからそのチュンチュン丸選手にも注目です。そしてソーダ選手もね、はい、登場します、ね、登場されるということで、まあ、つまりもしかしたらソーダチュンチュン丸っていう対決が3本目で見られるかもしれない、はい、可能性ありますね。はい、はい、まあ、ですから N 校はまずは2オン2で勝たなければいけません。いや、キヨキヨさん、まあ、ここまで見て、はい、まあ、応援団長として、ね、見てきましたけれども、そうですね、かなり白熱した一戦ですね。そうですね、やっぱりこうかなりの時間をかけて予選を、していって、この大舞台ですぐ決まってしまうっていう、うん、緊張感あると思います。ただ、頑張ってほしいなと思います。ありがとうございます。さあ2オン2、ここで渋々が勝てば決勝進出となります。それではこの熱きバトル見ていきましょう。準決勝第2試合、そして現在ゲーム2です。返せるか N 子。ゲーム1は渋々上側が取りました。まずはローリングウッドで様子見、そしてメガガーゴイル右下、両サイドにメガガーゴイルを出していきます。お互いメインカードはまだ出ていませんので、相手のまあメインを予想しながら、まあ、細かいユニットでメインを予想していくっていう序盤の立ち回りですね。さあダークプリンス登場です。左サイドベビードラゴン、お互い重量級をメインとしたこのタンク系がいるようなデッキのサブユニットにも見えますね。おっ、ここがダークプリンス受け、ほぼ同じようなデッキ、はい、カードが見えてきます。はいはい、ただプリプリ型のプリンス、ダークプリンスが入ったスケラなんかも想像できますので、ここはキングタワー起動です。はい、まだしっかり相手の形を見てから組み立てていきたいですね。N 校は先ほどの試合もキングタワー起動されました。さあスケルトン出しましたね。さあこれは待ち構えたように渋々防衛をしていきます。ダークプリンス、そしてベビードラゴン。こうなると先ほどトルネードを使ってキングタワーを起動しているのが大きいですね。かなり防衛しやすくなりました。そして巨大スケルトン、まあ、ここまで見てくると N 校は先ほど準々決勝で使ったデッキと変わりありませんか。はい、そうですね、スケルトンラッシュをメインとしながら戦っていくデッキでしょう。うん、まあ、ただスケルトンラッシュはフリーズが入っているか入っていないかでまた立ち回りも変わってきますので、カウンタースケルトンラッシュ、ね、両者スケルトンラッシュのデッキ。さあここはスケルトンかなり入りましたね。スケルトンラッシュのダメージ右下に入っています。ベビードラゴン、メガガーゴイルで対応するものの約400ほど入りました。カウンターです。逆に入れた。さあリベンジゴブリン、そしてメガガーゴイル、ベビードラゴン、さらにはスケルトンラッシュの攻撃、一方左サイド振っていきます。ダークプリンスを左サイドに追加することで防衛コストをうまく咲かせました。いや、ただ落ち着いてる防衛です。キングタワー起動がここは大きかったか。はい、大ダメージが入る展開でもあったんですがしっかり守っていきました。さあ N 校マスケット重視、後ろに控えている状態での攻撃です。これ両サイドどちらを攻めていくか両者ともに悩ましいところですね。さあ右サイド戦場です。エレクトロウィザード、ベビードラゴン、そして巨大スケルトンがお互い右サイドでお見合いします。あ、スケルトンラッシュ後方に来ました。さあここはダークプリンス追加、そして攻撃のポイズンが入っている右上です。
着々とダメージを与えるものの、お互いの爆弾が、爆弾がここは刺さって、今度はカウンターか。そうですね、ここでまた仕掛けますよ。右下のカウンター、 N コーはキングタワー起動できていませんので、スケルトンラッシュのダメージ、あーフリーズ、フリーズで大きなダメージをここは与えていきます。これはダメージ一気に稼ぎましたね。この後のカウンターにも注目です。さあ右上だ、今度は右上だ、ユニットは揃ってる。うわ、カウンターのスケルトンラッシュにはまずは巨大スケルトンで防衛して、後ろにはダークプリンスを控えて、ここはしぶしぶが防衛していきます。さあここは巨大スケルトンの爆破ダメージが後援にとしっかり処理できますので、さあ右上の次は今度は右下、さあここのカウンターですね。ダークプリンス2体とベビードロン、そしてスケルトンラッシュが出てきます。攻撃はポイズンが入った。いやでも耐えてる耐えてる、耐えた耐えた、うわ今度は形勢が変わります。ショスケがちゃんと体力残していった、一度落ち着きましたね。そうですね、ここから入るか。そうですね、渋渋側の方が仕掛けやすいですし、さらにフリーズも握っているので、さあここ行きますかね、巨大スケルトン。あ、そうなんだ。うわ、さあ後ろにはダークプリンス、アイスウィザード、スケルトンラッシュのタイミング来るか。いや、耐えるか。いや、一旦守りますね。うわ、さあ一度ここはお見合いをして様子を伺って、いつ勝負を決めきれるかという、ここでのスケルトンラッシュ、ここ少し脳裏にフリーズが、フリーズが来ると危ないという予感がしていますが、うわ、いや、落ちません、落ちません。耐えた。さあここはベビードラゴンでの防衛、今度は右上カウンターを仕掛けるときか。ダークプリンス、マスケット重視、エレクトルウィザードの追加、そして右上スケルトンラッシュのダメージ、いや入る、あ入る、ここはキングタワーのダメージと、そしてスケルトンでうまく守っていきます。さあ右下だ、うわーやり返す、スケルトンラッシュ、そしてスケも来てる、これは届かないか、フリーズが入って勝利はしぶしぶとなりそうだ。いやーすげー、ロングゲームとなった。この試合を制したのはしぶしぶです。しぶしぶって、スケルトンラッシュの対決、やはりキングタワーが一つ勝敗を分けました。そうですね、やっぱりキングタワーが起動しているとユニットを出さなくて済むので、その分攻撃にエレクサを使えていけるっていうところで、あとフリーズをやっぱ握っていったっていうところで、相手の防衛のパターンを絞らせたのも強かったですね。さあそれではステージの方にお返ししたいと思います。はい、うん、はい、ありがとうございます、はい、選手の皆さんお疲れ様でした。しまずはお互いの健闘をたたえ握手をしてお並びください。いやもう最後まで手に汗握る展開でしたけれども、はい、試合でした、うん、もう早速ちょっとお話を聞いてまいりましょうか、平子さん。はい、さあ惜しくも敗れてしまいましたが、今の率直なお気持ちを聞かせてください。あ、1本目が取られてちょっと焦っちゃって、うん、まあちょっとプレイにも焦りが出ちゃったかなと思います。さあということで、決勝に進んだ渋々に何かメッセージがあれば。僕たちの分まで頑張ってください、応援してます、うん、はい、ありがとうございます。さあそして優勝候補 N 校を見事破りました、はい、チャレンジャー渋々です。はい、 N 校を倒しましたけど今の気持ちは。そうですね、嬉しいですね。その関東大会の準決勝の 2v2 で相手がポイズン2枚持ちで、それと似たような戦いになったので、それでちょっと慣れがあったのかなっていうふうに思います。おお、なるほど。さあもういよいよ残すところあと1試合、決勝でございます。意気込み聞かせてください。まあ、今回もねすごい冷静に立ち回れたと思うんで、決勝でも冷静にそれで勝ちたいと思います。はい、ぜひ決勝でも頑張ってください。素晴らしい、おめでとうございます。おめでとうございます。さあそれでは選手の皆さん、どうぞご講談ください。皆様拍手でお送りください。よっしゃ、さあ